お願いします。今日はそばのエスミさんに来てもらってます。お願いします。エスミさんといえばね、はい、出張前に必ず美容院に行くということで、今日も行ってきたんですが、プラスチックアーツ。いや、今回はちょっと行けてないんですけども、どうしてですか？プラスチックアーツはもうちょっと卒業したんですか？ずいぶん行ってないですね。そうなんです。今どこ行ってんですか？今Nスタイルっていう、Nスタイルですね、はい、にお世話になってます。で、今回は行ってきてないですか？いや、今回ちょっと行けてなくてですね、はい、奥さんに来てもらってんですよ。そうなんですよ。すごいよね、それ、はい、奥さんの美容師じゃなくて、じゃないです、じゃないです、はい、ああ、自長堂の人だ。じゃないです、じゃないです。自長堂とか。どうですか、はい、その転職して。もう何年経つんですか？今、総和に入って、まあ、5年ぐらいですかね。あ、はい、あ、もう5年じゃもう、はい、そっか。でも、業界長いですもんね。そうですね、まあ、うん、業界って人はもう新卒の時からですから。うんうんうん、まあ、もう5年も経つってことですね。長いですもんね。総和にお世話になって、うん、はい。で、美容院で、じゃあ、全然行ってないですか？いや、最後行ったのは2ヶ月ぐらい前ですかね。でも、伸ばしましょうよ。しましょうか。長州、長州。いやいや、そこ。いや、もうロン毛でしょ。長州。行きましょうか。長州。ねえ、まあ、いいじゃないですか。そうですね。いや、まあでもね、今度、まあ今もこれ出張解禁になったから、はい、次回来るときは、はい、Nスタイルで。Nスタイルで、はい、そういうから、はい。今風の髪型にして、はい、はい、来てもらえばと思います。ぜひとも Nスタイル、はい。よろしくお願いします。